はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ4時ですね。6月は2日の日曜日でございます。さて、ですね、シンシアリーさんのブログですね、ちょっと久しぶりかな、昨日出ました記事ですね、韓国自営業者債務、自営業者債務が4年間で約 50% 増加、企業債務が6年間で約 38% 増加、というタイトルですね。まあ、お隣さんのですね、自営業の方々の借金増えてんでと、で企業債務もですね増えてんでと、まあそういう話ですね。先月のチェックしておいた記事消化という意味において、家計債務以外の民間債務、すなわち自営業者債務と企業債務についてまた取り上げます。一つ前のエントリーもそうでしたが、このまた、すなわち相応の数の記事が出ているからという側面もあります。まず自営業者債務の場合、新型コロナ期間もありますが、大まかに4年間で 50% も増加、過去約370兆ウォン、増加し1100兆ウォンを超えました。ちょっとすごい数字ですね。まあまあ、はい。ちょっと前に1000兆ウォンと言われていましたが、債務は使い方によるという側面もありますが、ちょっとスピード早すぎないかと。新型コロナ期間中、多くの関連情報、満期延長、返済保留に支えられていたものの、それらの措置が終わった後の影響もあって、いろいろ大変なことになっていると聞きます。しかし、新型コロナ期間中の低金利を狙って創業資金にした人も多いので、その結果が出ているとも言えます。韓国の自営業者は650万人と言われています。ちなみに日本の場合は200万人台だとのことです。650万人というのは結構多いですね。日本200万人なんですか。人口はね、日本のですね、4割なんですね。だから日本でいうと、その 2.5 倍にしたら日本になるわけですけど、650万の 2.5 倍というのは1600万以上ですね。1600万以上、1650万ぐらいかな。そんないませんね、日本にはね。韓国の経済活動人口は約2800万人ですから、650万人の影響は相当なものです。2800万人のうち650万ということはですね、4人に1人弱ということですね。はあ、はあ。日本人はですね、自営業者、フリーランサーも入れてでも10人に1人もいないもんね。僕の周りはそんなばっかりですけどね。サラリーマンの方が少ないですけどね。2023年6月6日、韓国経済 TV の報道によると、彼ら約650万人の自営業者の2021年の平均所得は年1952万ウォンでした。これね、10分の1が日本ですから、195万円ってまあ低いですね。どんどん減少しつつあり、200万ウォンより下がったのは初めてのことだそうです。5月13日中央日報の記事は、これが4年間で 50% も増えて、これ大丈夫かとしていますが、これもまた約336万人のデータです。残りの人たち、債務がないとはちょっと思いませんが、それはない人ももちろんでしょうけど、私自営業者ですね、まあ法人持ってますけども、会社としての借金は確かなかったはずですね。あったんですけどね、返しました。どうでしょう、15年前にですね、銀行がやってきて金借りろって言われたんで、こんな私に貸してくれるのみたいな、貸しますって言われて借りましたよ。業産借りましたけど全部返しましたね。よう返せたなと思いますけど、あの瞬間個人法人含めて1億ありましたからね、私の借金。って言って今はだいぶ減りましたけどね、よう返したなという感じですけど、もうあかんかなと思う時ありましたけどね、ほんまに。自営業者のローンでも家計債務と分類されているものも含めてのもの、同じ人も
ローンの種類で自営業者債務にカウントされたり家計債務にカウントされたりします。だからこれは同じ人の場合家計債務までも含めてだそうです。詳しくは引用本文をどうぞと、引用本文ねちょっとだけ読みますね。自営業者が金融会社から受け取った貸出金が1100兆ウォンを超えた。新型コロナウイルス以前と比較すると4年間で 50% 以上増えた。12日信用評価機関内数評価情報がヤン・ギョンスク共に民主党議員に転出した資料によると今年1、3月期基準で335万9590人の個人事業者が1112兆7400ウォンの金融会社ローンを抱えていることが分かったと。結構な111兆円、日本円にするとね、結構ですねこれは。はい、まあこれくらいにしておきましょう。あの前々から申し上げている通りですね、お隣さんの人たちってこう借金に対する心理的ハードルが日本人よりだいぶ低い感じがします。なんでまあとりあえず借りてしまえというですね、そんな感じでですねお借りになっているような感じですね。あの日本人はどっちかというと僕の年代とかそうですけど借金嫌いですよね。まあ昔いっぱいしましたけどですね、借金嫌いなんでですねない方がですね嬉しいですね。あのただ向こうの人はそこがですねあんまりその抵抗がある人が多くなさそうなんで、だから金額的にも増えてると多いということですけども、やっぱり借金返せないとねあのパリンなんですよ。日本なら個人破産ですよね。向こうでもそういう制度がありまして、多分去年から激烈に増えてるはずなんですね。あの個人破産というまあ個人再生とかがありますけども、大体同じような制度があるようなんで、そうしますとですねどうでしょうね。あの今パリンパリンしてる感じがしますよ内井さんで。まだねあのもっと増えるかなと思ったんですけど、あの会社の倒産がまだそこまで至ってないんですよね。あの5月に選挙があったんで、そこで増え、あのその後増えるかなと思ったんですけど、あいまいちですね増えませんね。なんであのあ4月か4月に選挙があってですね、いまいち増えませんね。もうこれから増えるんちゃうかなと。あのなんていうかいかにも増えそうな感じはするんですよ。まずもってマンション価格下がってるんですね。で景気が悪いんですよ。でですねあのなんとかですねあのサムソン SK は持ち直してる感じがしますけどもですね、景気が抜群にいいとは言えないし、その他多分マンション系でですねこれから建設会社が飛ぶんちゃうかなと。もうなんでまだ飛ばへんやろというくらいの感じで、マンションの値段が下がるとまず日本ならマンションデベが飛びますよね。向こうはですね建設会社ですね。建設会社は飛んでも不思議はないのにまだ飛んでないというのは不思議ですね。なんでですねもうすぐ始まりますよお隣さんのですねパリンパリンは。でも個人は始まってると思います。非常にねあのあれも雇用もね安定しない国なんですよね。なんでですねこれからちょっと苦しいところに入ってくるんちゃうのかなという気はします。はい。ということでこの新シャリさんですね、今度自営業者が飛び始めそうというですねニュースですね。一応この韓国自営業者債務が4年間で約 50% 増加というところのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。